こんにちは SBI 証券の李ー・ヤンと申します6月のリーのチャイナビをお届けしますどうぞよろしくお願いいたしますそれではえっとまず本日のテーマなんですけれども中国株は5月下旬がに冴えない展開となりましたそうするとどうしてもやっぱ下落予知があとどれぐらいあるのかそれからさらに下がるのかとかですねそれともだいぶ下がってきたので反転のトリーがもしあるとすれば何なのかっていうような ところが気になるかと思うんですが、本日はこれをテーマにしてご紹介したいと思います。それで最後にはご案内もございますので、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。それでは早速、いつもように株式市場の全般的な動向から確認したい,みたいと思います。 でこちらはいつものののググララフフなんんでですすけれれどもも真ん中中濃いいい青色の折れ線グラフが MSCI 国指数でございますいつもこちらでご紹介しているのはこの指数の方がまんべんなく中国の動向中国株の動向を反映できるためです。例えばアメリカに上場している中国株そして香港に上場している中国株中国本土に上場している中国株ですねこれが全部入っているのでいわゆるあの全体像が見えるということでご紹介しております。 これを見ていただきますと前回ご紹介しましたところではえっとレンジ水位の下限のところですね大体水準で申し上げますと,えっと63ドルで下限で維持ししていましたそこから反発を試しましたけれどもただし5月下旬にかけてその下限を抜いたという状況で5月末時点では59本コンドルという水準まで下落しました。 これの背景要因としましては、まあ、いろんなことが取り上げられておりますけれども個人的にはやはり地政確リスクこれが一番意識されたのではないかなというふうに考えております。というのは例えばこの青色のトレーセングラフの下にあるこの赤い点線こちらは予想 EPS ですつまり業績面ですねこれに関しての下方修正は全くありませんでした。 ただしその上のあの黄,黄色の部分ですね点線ですとこれは予想 PR 予想 PR が低下しまして株価を押し下げたという状況でございますでこの PR を影響する要因としましては実際はやはり中国株海外株式でございますのでどうしてもやっぱりリスクプレミアムというのが上乗せされるというような傾向があるんですけれども今回はこのリスクプレミアムがさらに上乗せされたということが要因かと思います で実際企業業績のところで、えー、とちょうど業績の発表決算発表を揃いましたので全体像というよりも代表的な銘柄でご紹介したいと思います。例えばこちらのグラフ3段ありますけれども一番上がアリババそしてえと真ん中がテンセントそして一番下が税 d .com となっております。 それぞれの株価が青い系統の色のものとなっておりましてそして予想 EPS つまり業績ですねそれが、えっと、上から黄色そしてオレンジピンク色となっておりますで一番右側が5月に当たるんですけれども例えば業績の修正、えっと、アリババは若干横ばいそしてテンセントの場合は情報修正ィ理 .com も情報修正されました つまり業績の下方修正がなかったにもかかわらず、この三銘柄全部下落しております。特にテンセントとかゼイリートットコムは、えっと予想 E. P. S. が情報修正されたにもかかわらず、同じように下落しております。ですね、この辺は先ほど申し上げましたように、企業の決算に対する動向というよりも、その他の要因が。あの主に株価を影響したというように、あの分析になるかと思います。 でその具体的な要因をちょっとあのポイントで書き出しております。まず企業業績がまずまずだったんですけれども、投資家が懸念してい,ているのが中国の経済の回復ぐらいですね。つまり期待して いったほど V 字回復ではなっていない特に4月の経済指標が弱吹くんだということが一番の理由ですそれがやっぱり EPS の情報修正例えばテンセントとか ZT とコモは情報修正されましたけれども全体的に指数の構成銘柄で見たときは情報修正が一旦止まった状態だったというのが背景にあります そしてなんといってもこのリスクプレミアムを押し上げたというのが米中対立ですちょうどこの間、えー、っと広島サミット G7 の広島サミットで開催されておりましてそれ以降ですね米中対立がやはりどんどんやっぱり激しくなっている兆候が出てきまして早期の回復期待が後退したこれが一番予測ギア押し下げた要因になっております。そそしてもう一つ実はあの,その 主な要因表面上の要因この2点が大きいんですけれども実際海外投資家の心理行動を見たときにこの下の2点もかなり大きく影響したと考えております。 でそのえっと、3番目あたり見ていただきたいと思うんですけれども海外投資家実際自身がですねやはり中国当局に対してしびれを切らしているというのが背景にあります。で何に対してかといいますと実は経済の回復それ人民元休も進んでいましたけれども中国当局はあくまでも静観していましたつまり本来ですと経済が若干弱含むという状態であれば経済を支えるもしくは実は金融緩和という期待もありましたけれども中国当局は一切そのそぶりを見せなかった。 と言いますか全く反応しなかったというところでおそらく経済が悪くなったとしても中国局を動かないだろうというような読みがやっぱりかなり海外投資家を失望させたとということになりますそしてもう一つこれは実は意外と大きな要因になったということが今日本日の株価動向でやっぱり明らかになりました。 世界投資家のリスク回避姿勢。5月末っていうのはアメリカの債務上限問題そしてアメリカの利上げ懸念とかもありましたので投資家が全般的にリスクを取りづらかったという,ような状況にありました。 でその中でもちろん日本株は好調だったんですけれどもつまり中国に対して失望した一方その他の代替的な投資先として注目された日本株ということになりますのでこの辺はやっぱり投資家がより確実に目に見える株価上昇をやっぱり取りたかったというその意味で言うとリスクを回避したという意味で中国株を経営,あの経営したというような背景がございます。 ただ本日ですねあのご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもすでに現場で中あのこれは本日資料作成時点のデータですとハンセ戦指数が3%上昇。 ハンセンセテック指数が4%上昇というふうになりましたけれども実際今撮影する時点ですねジェンバ場が終わりまして、えー、とハンセン指数が3.7%上昇ハンセンテック指数が4.8%上昇というふうにここをこの数ヶ月が見られなかった上昇ぶりとなっております。で中国かから特に何材材料高材料が出て いいたかとまます全くありません本日の材料ですと例えばアメリカの債務上限問題これは解決、まあ、ほぼ解決されたというようなニュースそして FRB 当局者からは利上げを一旦停止する一時停止するつまりこの6月ですね利上げ返しては一時停止するというような示唆する発言が相次いだというこの材料です。 そうするとやはりあの中国株売りっていうのはやはり世界投資家自身がですねたといいうのはそこにあると思います。ただしこの上の3番目の3つの要因が全部なくなるわけではないので今後持続的にやっぱり上昇が続くためにはこの上の,情報あの要因もですね解消されるという必要はあるかと思います。 そういう意味でもやっぱり今後例えばこれが一旦上昇した後ですね中国株対して再度売りが発揮した場合にどこまで下がるだろうかそれをやっぱりちょっと考えておく必要はあるかと思います。こちらでございますと,、えー、と青い折れ線グラフが MS c ェ中国の終わり値ベースの推移でございます。 そしてオレンジですと予想 PR でございます一般的にやっぱり株価どこまで下がるかと見るときにやっぱり過去の経験値で見た方が一つの参考になるかと思いますで実際は予想 PR 水準が例えばあのよく平均値で比較するんですけれどもただ株価が下落して底をつくという場面では平均ではなくて過去に一番悪かった時期と比較するたりとか状況と似た時期ですねと比較するの方が妥当かと思います 例えば足元で予想 PR 確認すると今10.2倍まで売られておりますこれが3月5月31日時点でございますそれで各10年平均が12.5倍でございまして直近の比較できるような状況で一番近いのが昨年10月中国株に投資されている方が方は覚えていらっしゃるかと思うんですが当時は中国株に対して最も悲観的だった時期でございます。 いわゆる3期目の習近平政権が発足しまして米中対立がさらに激しくなりそして不動産ネット大手に対してもあの規制を強化するそしてゼロコロナ政策も永遠に解除されないというのような要素が重なった時期が昨年の10月末時点でございました。でその時に、えー、と予想 PR が何倍だったかと言いますと9.3倍です。 そうすると、例えば当時の一番悪い時期と比較すると、まだ下落する余地があるような気がいたします。ただし、当時ほど中国株に対して悲観的かというと、そうではない点も言えるかと思います。というのは、ゼロコロナ政策はすでに解除されておりますし、そしてネット大手、不動産に対しても中国東京は支援する方向で動き出しております。 そうするとやっぱり目安としては9.3倍までが,まあ下,がるよ下がるとしてもこの水準までだろうというのは一つの目安としては設定できるかと思います。それで計算すると単純計算すると 約10%弱ですね実際は9%なんですけれどもここからやっぱり最悪のの状態を想定しても10%未満の下落というようよな試算になにりますそうするとやっぱり一部の証券会社が指摘したように空売りするにしてもこれぐらいの下落幅を元を取れないと空売りはしづらいというような局面になっているというような中古株の状況かと思います。 でそして、えー、と実際例えばあの反転のトリガー先ほど本日反転を試しておりますのでやっぱり世界の海外の投資家がリスク回避姿勢ではなくってリスク回避リスクを積極的に取りに行けるような相場環境これは中国と関係ない要因で動いている部分もありますそうなれば中国側に対すするる見直しも進められるかと思います中国側の要因を考える際に過去の経験値で参考になるのは 金融緩和です。例えば折れ線グラフの青の部分が下がったところで反発したところこれはいずれも下の中国当局の、えー、とメインの金融金利政策ですねこれが引き下げられた時期つまり金融緩和を実施した時期となっております。 でですのでやはり経済が悪い悪いということで中国当局は何らかで支援に動き本格的に動き出すというタイミングですとやっぱりあのそういう時はやっぱ強く反発するというような条件が整えるということになるかと思います。そうすると今のところ中国当局は動く気配がないような状況ですけれども過去どういう時に動き出したのかも考えてみたいと思います。 でえっと、5月31日に実は中国株を大きく売られた時に、えっと、発表されたデータが製造業 PMI というデータでございましたいわゆる中国の、えっと、製,造製造業に関する景気先行指数でございますでこれが、えっと、一番上のグラフなんですけれども青い濃い青いグラフでございまして真ん中の横棒にあるあのオレンジ色これは50%を示しております。 通常50%を一つのまああの不知として考えておりまして、これを上回る場合には景気拡大、そして下回った場合には景気がまああの鈍化するというような一つの参考の数字になっております。で通常これがやっぱりあの50%連続して下回った場合には景気が悪いという一つのサインとなっております。 で過去中国当局が金融緩和を実施したタイミングを見てもこの先行指数である製造業 PMI が連続して50%を下回った時期となっております。それで一番右側ですね例えば5月31日に発表された際、えっと、PMI は連続2か月で50を下回ったという状況あのところにあの今私たちが今の現在の状況がそういう状況でございます。そうすると 今後中国,国株に対して例えば今後さらに発表される経済指標が悪い場合悪材料でなくなくる可能性がありますつまり景気指標がどんどん悪くなると中国当局は動かざるをえないという局面になるので過去と同じように何らかの金融緩和そして実際過去の経験ですと金融緩和だけではなくて通常はやっぱり財政政策だったりとか景気支援策を同時に打ち出したというような経験もございますのでそういう時には株式にとってはむしろプラス 材料になる可能性もありますあとはもちろんあの実際あの今先行指数ではかなり悪い状況にはなっておりますけれども実際これから発表された経済指標が実は悪くないというところが証明されても中古株にに対ししてはは見直,し見直しがいいいいりやすすととう局面にはなるかと思いますそして、えー、っと最後のお知らせでございますけれども SBI 証券で今後実施されるキャンペーンについてのお知らせでございます。 これは中国株に関連するものでですすのの今回改めてご紹介しししたたいいいとと思いまま、えっと、新規取扱しし CSOP これは中国 ETF を運営する会社でございますけれどもそれに関連する中国 ETF の買い付け手数料ですねこれにつきまして全額キャッシュバックするキャンペーンを実施しすることになりましたでキャンペーンの期間でございますと,、えっと6月1日から6月末までというふうになっております 具体的に今回、えー、と取り扱う銘柄なんですけれども、えー、と例えば上から紹介しますと中国 a 5中 ETF つまり中国のまあ大型株ですねで組み入れられた ETF でございますその下にあるのがテック ETF これはハンセンテック指数例えばアリババテンセント JD.com ですねそういう銘柄で組み入れられているハンセンテック指数に連動する ETF でございます そして今回、えー、と普通の ETF に加えましてブルーベア ETF もございますので、まあ、この辺は若干ちょっとレバレッジをかけておりますリスクが高いんですけれども相場のまあ短期的なこう上昇局面だったりもしくは下落局面ではリスクヘッジという意味でも利用できるような商品になっておりますのでぜひこの機会にちょっとあの試してみるというのもいいのかなというふうに思います。 事故ですね。そしてリスクに関する注意のあの文言とか必ずご確認いただくようにお願いいたします。そして詳細のキャンペーン情報ですけれども、こちらは当社のホームページにも詳細が載っておりますので、あの一度この機会にえっと当社のホームページにもあのえっと行ていただいて確認いただければと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。